ふい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 。こんにちは皆さん、チョボカップ麺を作っています。私はハラミンです。おー、足りた。はい、足りました、お湯が。はい、ティリティリティー、アサリバターですね。アサリバターラーメン、このバター状ブロックを後で入れてくれということで、お送りしていきますが、こじらせ一人酒ですね。もうお時間です。金曜日です。ふぅ、リアルに金曜日に撮っております。バイン、リアルに金曜日。ちょっと蓋ができないよ。今週も1週間お疲れ様でした皆さん。ドゥルルル、まあ水曜日の生放送の中でも言ったんですけど、今日のこじらせ一人酒が最終回でございます。あ、3分測ってね。最終回スペシャルですよ今日は。こっぽい、一週間お疲れ様でした。そして半年お疲れ様でした。ですね、まあ経緯を、まあ別にそんな全然暗い話じゃないんですけど、説明させていただくとですね、まあ最近再生数が落ちてきてるんですよ、このこじらせ一人酒の。まあ役目は終わったかなっていうのが率直なティロリン、理由ですね。もう役目が終わったんだろうなという。1月の6日からチャンネルが始まりまして、こじらせ一人酒は一発目なん、いつやったんだ。もう初期からのコンテンツですよね、こじらせ一人だけはね。ただ本当に初期の初期はこのチャンネルはトレーニング系というかダイエット系のやつをやってたので、多分そこまでお酒は飲んでないと思うんだよな。で1月22日から Vlog 系にしたので、これだ、父親と20年口聞いてない話、こじらせ男の一人酒、父親と20年口聞いてない話かっこ Vlog、 これが153日前、5ヶ月前だ。ツイッター凍結、銀行、スクワット、歌舞伎町、パンケーキの次がこじらせ一人酒か。だからこう Vlog 系を上げ出した頃ぐらいに始まってんですね、こじらせ一人酒がね。そうだ、最初は、おー、でも焼肉の動画1万2000個いってる。なんだ、ここ最近でまた伸びたのか。そんなことない。あー、でもこの間伸びたんだ。そう、最初はチャンネル始まって、まあどういう方向性で行こうかっていうね、ことを模索しながら走り出したので、最初ダイエットだトレーニングだってやってたんですけど、いかんせん伸びないと。あ、これはみんなが興味あることじゃないんだな、俺に求められてることじゃないんだなってことで、ちょっとパーカーくんの真似をして完全にパクりまして、 Vlog 系、こじらせ系の社会人がどうたらの1日みたいなのを上げ出したんですけど、そしてちょっと反応が良かったのでそっち系に振り切ったんですよ。でこじらせ系、こじらせっておもろいなと思って、でちょっとこじらせ系で行こうかなっつって、こじらせ系のロングトーク、一人酒系なんかうだうだ言うやつもあってもいいかなと思って一人酒を始めたっていうのもあるんですけど、初期の頃はコンテンツがいかんせんないので、ストックがないので、ちょっとね休憩をするというか編集のリソースがかからないコンテンツを上げたいなと思っていて、当時 Vlog 俺めっちゃ1日8時間ぐらい編集してたんじゃないかなってぐらい、もう死にそうになりながら編集してたから、 Vlog 系はもう撮り方も分かってなかったし編集の仕方も分かってなかったので、
3分経ちました。非常にしんどかったんですけど、まあ、今はねあの編集のスピードも上がったし、もう撮影の段階から編集しちゃってるんで、もうそんな編集時間かかんないんですけど、当時はもう本当にヒーヒー言いながら毎日毎日やってて、で時を同じくしてこう書類をめっちゃ作んなきゃいけないことってこともやってて、日々もうそれが頭がいっぱいで、でツイッター、俺のツイッターフォローしてくれてる人からすると分かると思うんだけど、今日の動画お休みですみたいなことが多々あったんですよ。最初2月とか、あれは編集が追っついてないんじゃなくて、その書類を作んなきゃいけない系のことをやってて、それにこう業務時間を奪われてて動画上げれないってことがあったんですね。でこのままだとやばいってことで、ちょっと編集をしないでパッて撮ってパッと上げれるシリーズを作んなきゃまずいってなって、なおかつ新規、ご新規さんじゃなくてもうチャンネル登録をしてくれてる私のファン、私のことを見たい、私の話聞きたいよっていう人も満足させられるコンテンツをってことで、このこじらせ一人だけ始めたんですよ。やっぱ私の、視聴者さんっていうのはこうロングトークを求めてくれることが人が多いので、やっぱラジオ好きが多いから、私の本当のコアなファンっていうのは、だからロングトーク、俺のパーソナルな話をしようかなと思ってこのこじらせ一人だけ始めたんですよ。で金曜日、まあ正直言うと木曜日に撮ってたんですよ、いつも。今日は金曜日ですよ、いつも木曜日に撮ってたんですけど、その木曜日は、あ、よかった今日こじらせの撮影だから撮って、あんま編集しないで出せる金曜日の分ストック作って、ちょっと一日一息つけるぞみたいな。でそれで徐々にストックができてって、3日4日先の動画がのストックがもうあるみたいな状況にちょっとずつなっていったんですよ。バターの香りうまっ。あーバターうめえ、溶かしバターうめえ。これ大事な T シャツだから跳ねらかさないでね、マジでやめてね、 BU はセルフだから。そうなんだよな、だから非常にこのこじらせ一人酒というコンテンツには助けられてるけどね。感謝しかないというかね、感謝しかないんだよな、このコンテンツはな。これとあと水曜日で固定してサイクルができた生放送、生放送の日もこう巻きで編集を作れる日 で金曜日も巻きで編集を作れる日だったので、その日の2つの日を設けたことによってだいぶ巻いて編集のストックができたんですよ、動画のストックが。初期はさ、まだ2月とかで寒かったからさ、鍋食ってたもんね俺ね。その鍋のレシピ何なんですか教えてくださいとかさ、鍋なんかレシピなんかねえよってずっと思ってたよね。ぶっこんで煮るだけじゃん鍋なんかな、あんなもん。それがもう今もう7月っすよ、早いよな。でまあラジオリスナーからすると、私の本当の本当のコアなファンのラジオリスナーからすると、このこじらせ一人酒で喋ってる内容っていうのは全部ラジオで一回喋ったことがあるやつだから、だからなんだよラジオで聞いた話ばっかじゃんと思うかもわかんないけど、やっぱいかんせん本当のファンじゃないとラジオって聞いてないから、あとこうタイトルとサムネになんとかの話って入れないとみんな聞かないから、そういう風にして入れただけで、そう本当はね全部ラジオで一回喋ったことのある話だからね、それを自分の中で再編集して喋ってるだけなので、
そうなんだよ。いや、父親と20年以上口聞いてないなんてラジオなんて再三言ってるしさ。ね、アルビダの話もしてるしさ、ラジオで。何の話が皆さんはお気に入りですか？一番こじらせ一人酒の中で合コンの話ですか？合コンの話をもうラジオで何回もしてるもんね。あの話もね、初出しじゃないもんね。だからラジオはやりたい。ラジオはやりたい。そうで、どうなのかっていうと、金曜日が生放送になります。こじらせ一人酒と水曜日の生放送を畳みまして、まあ、ある意味合併させまして、金曜日を生放送します。金曜日の21時半、まあ、ないし22時、どっちかになるかはまだ決めてないので、私のツイッターで報告しますので、知りたいよって方は私のツイッターをフォローしてほしいんですけど、来週の金曜日から生放送にしますので、でそこでああじゃねえこうじゃねえってまた酒飲みながら喋ろうと思います。で水曜日は普通の、コンテンツを動画で出していこうと思いますので、っていうふうにプチリニューアルというか再編します。あ、ラジオがやりたいな。特段今日はこの報告というか最終回です、こういう理由です、こういう風に再編しますっていうこと、いや何話すか決めてなかったので特に話すことはありませんけども、最近のエロサイト広告多くないですか？多すぎませんか？広告もうふざけんなよと思いますね。何回押しても広告に行くから、どこ押しゃいいんだよみたいな。もう本当になんかね、ゼルダの伝説の謎解きみたいな、ここか、ここまた広告行くんかいみたいな。じゃあさっきタップしたね、この辺かみたいな、ここ広告ついてないやみたいな。でれれれれれれって解けますよね。あと、お便りでも読みますか？一応お便りフォームあるんですよ、うちのチャンネル。もうかつて来てたやつですけども、でででででラストだし読みましょうか、お便りを。でで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 、お便りフォーム、お便りフォーム、あ、なくなっちゃった。どこ行ったんだ、テレフォーが。なくなっちゃったよ、どんぼーい。あ、あそこで開きやったな。はい。ティリーティ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 ー、これだね、はい。さあ、お便り。すげえな。エントリースノーマンがすげえ送ってきてくれてるじゃん。やめましょう。
最終回ぐらいちょっとゆっくり酒飲んでゆっくり飯食わしてくれ。すまぬ。どうですか皆さんは、お仕事の調子は。しげさんがね、フリーランスになりましたね。もう見送る人がいねえよ。ツイートもしたんだけどよ、グッサンがいるじゃないですかっていうリップとかすげえ来るんだけど、グッサンは演者じゃないので、そういう意味で言ってるんじゃねえんだけどなって、なんでわかんねえんだろうなと思いますよね。表に出てる人でっていう意味じゃんね。ミックスさんもいねえし、シゲさんもいねえし、ボーイもいねえし、あとは村井さんだけだな見送るのは。高橋さんとかってあの卒業の動画撮ったんだっけ、あなたは村井さん渡したんだっけ、渡したのか、渡してたな。村井さんと高橋さんに撮ったのかな。もう見送る人がいませんよ、寂しいね本当にね。どうする、俺が入った頃のアップワークはなんかね、こう言うて本当にまあ非常にいい会社なんですけども、私が入った時期が最悪でして、最悪、いやそんなことないから、ある意味でね、ある意味で最悪で、俺が入って1週間でかな、2週間でかな、上場したのかな、上場とかしたんでしょうけど、なんかそのすぐ後にもう横領が発覚したのでね、もう昔からうちを見てる人は知ってると思いますけど、まさに俺が入った頃がもう本当のね、まあこうピークの終わりかけみたいな感じだったんだけど、まあ今思えば全然終わりかけでも何でもなかったんだけど、こう来てたところに横領でガーン行ったから、まあもうあそこからもやることなすこと全部低評価低評価低評価だったでしょ。本当にね、一番しんどい時期を全部見てきましたけども、ね、村井さんとやったけどもね、まあ反省は多々あれ、あんまりな感じでしたし、夏に食うもんじゃねえな、あっちクーラー入れてるんですけどね。でそっから2017年ですか、7年の夏にまたチャンネルはマックス村井チャンネルは上向いて、そこから2018年がドッキリでみたいな、長いこといましたね会社にね。私ももう今年の10月で5年だ、吉本にいたのと同じ年月になっちゃうや。いた方が結果残しますね会社では何にもしてないからな俺はな、何にも結果出してないからな会社じゃ。吉本では一応ねトップで通過したり、一応劇場の一番上に行ったり、テレビ出たりとかいろいろありましたけど、会社じゃ何にもやってねえな。それはね
それごくつぶしって言われますよね。しげさんのフリーランスの話で誰も見送る人がいねえみたいな話になって、俺も辞めるみたいな流れになりましたね今ね。なんかね、え、ハロリさん辞めてるのみたいな感じになっちゃいましたけど、辞めるの発表するみたいな感じの流れになりましたね。会社では何も結果出してねえなみたいなね。はぁ、暑い汗だらだらですよ。汗だらだら。てるるるてるる。というわけで、いっぱい喋ったね。こういうやつ一人だけね、いっぱい喋ったよ。楽しかったね。コメントください。どの話が一番思い出に残っているか、どの話が一番好きか、コメントくださると私が喜びます。で、来週の金曜日からは生放送になりますので、どうしよっかな、お便り復活させようかな。でもお便り復活させてもな、俺がコメント読んじゃうからな。このお便りフォームはまだ生きてるんですけど、お便りフォームまあね、ラジオをやるときにね、いつか使いたいんですよね。ラジオをやるとき用のお便りフォームにしたいと思いますので、 YouTube ライブはコメントを読みましょう。というわけで、半年にわたりお幸せ一人酒、皆さん楽しんでくださいました。ありがとうございました。形を変えて生放送という形になりますが、引き続きこんな感じの話をしていくと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。